ガード下からの強引な、腕をまたいでのトライアングルです。まず相手をこっちにしたら相手が押し返してくる。そして相手の首をグーッと引きます。で首引いてこっちの腕をこう押し込むようにして、もう強引にここでまたいで、この足をこっちの足を下にしておくと、この腕が殺せます。でその状態でグーッと腕を引くか、あとはグッとこれを引いて腕を切ると。腕を切ったらもうこの手が弱くなるので、この押し込んでこのまま足を引いて組んで、で決める。